セリーグ史上最高のクローザー、誰を思い浮かべる？誰が欲しいか言われたいわ。ヨヤンケ、あえて藤川、マーフツーは岩瀬か佐々木やろな。加えて言うなら高津かな。あえてソンドンより残念なら藤川通算なら岩瀬、ワイは阪神スアレスかな。ひいきに欲しいのは全盛期大魔神大丸。岩瀬だな。名古屋ドームでさよならされたことないとかすごすぎる。津田は名前が出るたびに思う。イメージ先行しすぎやろうと。打てる感じがないのは佐々木藤川かな。坂手もそうだし、やっぱりストレートとフォークで押せる方がクローザーっぽいわ。見てて一番ワクワクしたのは球児。2ストライクを取った後に矢野が中腰で構えたらテンション上がった。ご視聴ありがとうございました。阪神の有益情報や過去スレ比較などを発信していきます。チャンネル登録お願いします。